広末涼子子育てをしながら女優業もできるんだ。と、子育てと女優業の両立語る。女優広末涼子四十一41でが6日、都内で、第14回ベストマザー賞2022の芸能部門の受賞式に出席し、子育てと女優業の両立について話した。3人の子を育てる広末は、私が18年前に結婚、出産を経験した時に、 こんな賞をいただけるなんて思っていませんでした、と挨拶。復帰の不安があった中、自分が先駆者的に、子育てをしながら女優業もできるんだ。と立証できたら、子育てしながら活躍できる場が開けるのではと思い、ここまでやってきました、と語った。音楽部門では鈴木亜美四十数が受賞。 16年に結婚した一般男性との間に設けた第三子妊娠中で、ふっくらしたお腹で登場した。夏には3人目が生まれるので、未知の未来が待っていると思うと、ワクワクします。と笑顔を見せた。他に、スポーツ部門を荒木エリカ、37、文化部門を近藤千尋、32、政治部門を金子え美44地がそれぞれ受賞した。